皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。楽器未経験でも理解できる音楽理論講座始まるよということでその名前の通り、楽器をやったことがなくても音楽にあまり詳しくなくても、なるほどね、そういうことだったんだみたいな感じで面白おかしく楽しく学べるように、一緒に音楽理論を勉強していこうかなと思います。音楽理論っていう単語を聞いた時点でなんか難しそうって思ったりとかさ、なんか音楽の授業の点数悪かったからねみたいな感じで苦手意識持っちゃう方少なからずいらっしゃると思うんですけれども、やっぱこうね、まあ向こう側のさ、すげえややこしいところになればすごい難しいんだけども、それまでのステップとかでさ、ちゃんとこう順番を追って学んでいけばそんな難しい話でもないんですよ。本当ね、中学生の方とかね、小学生の方とかでも分かる範囲だと思いますので、まあ一緒にですね、音楽理論を勉強していきましょうっていう、そんな感じの動画でございます。よかったら、メモとかノートとか取りながらご覧いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。そんな第1回目の動画なんですけれども、音とはそもそもなんだっていう話をちょっとさせていただこうかなと思います。そしてこうね、音律っていうなんかの音のルールみたいなのがあるんだけども、まあ、その話とかをですね、今日はさせていただこうかなと思います。そもそも音とは何か、まあこれね、突き詰めると単純にその物理とかの話になってきて僕の専門外になってしまうんですけれども、まああくまでね、音楽っていう範疇でお話をさせていただきます。音っていうのは、まあそもそも、まあ端的に言えば空気の振動なんですよね。空気、あ、ごめん、あの書き順ごめんなさい、僕すげえ雑なんですけども、空気の振動でございます。まあその空気がこうバーッと震えることによってその伝達をしていくと、だから今この僕の声とかもそうですね、僕のこの肺から押し出された空気が声帯をブルブルって震わせて、でこう声帯でブルブルってなったものの音が、まあ口の中でこの共鳴して、でこのバーッと拡散された音がそのマイクが拾って、でそのマイクの音がそのバーッと電子機器になっとって、皆様のその iPhone とかパソコンのとこに行って、で皆様のそのスピーカーとかがこうバーッとなんか震えることによって、その空気が振動して僕の声が皆様のもとに届いているっていう、なんかそんな感じのシステムでございます。だから僕の周りとか皆さんの周りとかに空気がなかったら音っていうのは伝わらないわけなんですよ。僕らが仮にズバーンってこのままソーンってこの宇宙に行って、宇宙でこのジャーンってギター弾いたりとか、ビャーンってピアノ弾いたりとか、バーって歌ったりとかしても、もう空気がなかったら音っていうのは伝わらないわけなんです。だからよくある描写でさ、このなんか宇宙もののアニメとかでさ、なんかこの宇宙でこうね、なんか戦闘機が戦ってますみたいな、ピッピッピッって撃っちゃってさ、でこう敵にこうバーンっつってこうね、敵を倒してこう敵のなんかこうね、戦闘機がバーンってこう爆発する描写とかあるじゃないですか。その時にさ、このね、ズドンズドンバーンみたいな感じでこう音が出たりとかするんだけども、宇宙は空気がないから音が伝わんねえっていうね、そんなツッコミどころも実はあったりとかするんですがまあ平たく言うと、とりあえず音というのは空気の振動であるということでございます。で、その空気の振動なんだけども、音の特徴として、その振動が速ければ速いほど音が高くなる、高く感じるっていうのがあります。なので、その空気のその振動の回数をヘルツって単位で表そうぜっていう考え方があります。これはまあその毎秒ですね、何回、まあ例えばその 440Hz だったならば、440回1秒間に空気が振動している速さということでございます。でちょっとこれはまあ少し余談かもわかんないんだけども、キロっていうのはまあ1000のことなので、例えば 4kHz とかだったら 4000Hz ってことです。 40kHz だったらまあ 40000Hz、さらにちなみに人間の可聴域、人間の耳が感じ取れるのは20から20キロヘルツなんて言われたりとかしております。これをね、超えると、まあ、いわゆるその超音波ってやつになりまして、まあ、コウモリとかが使うような音域になるんですけども、まあ、こんな感じのヘルツっていう単位で表すよというのがあります。でこのまたさらなる音の特徴として、この2つの音をビーって出した時に、この2つの周波数のこの対比、整数がシンプルであればあるほど調和して聞こえるっていうのがあります。だから例えば440の音ちょっと今鳴らしてみると、こんな音なんですけども、この音に対してじゃあ倍の880の音を鳴らしたとします。ちょっと鳴らしてみましょうか。これ、これは整数で言うとすると440対880なんで、まあ、1対2って感じじゃないですか。こんな感じでめちゃめちゃシンプルな整数だと、この調和して聞こえると、そんな感じの法則があります。これ何が起こってるかっていうと、まあ、時間軸がこうあったとして、 440Hz の波がこんな感じで振動している中で、880はこの倍なわけですよね。
こういう感じで振動していると。形がめっちゃ似てるし、この着地する地点とかをね、すごいこの共通してるんで、こういう時はね、すごいこのね、共和して聞こえるっていうのが、そんな特徴があるんです。だから逆に、全然関係ない数字、例えば440対435とか、これとか鳴らしてみるとね、もう全然もう何が何だかって感じになります。ちょっと鳴らしてみましょう。440に対して440。これは同じ音です。で、片方の音を一個ずつ下げてみます。439。ちょっとスペーシーなサウンドになってきましたね。438。437。435。なんか、ワン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 みたいな感じの波が出てきたのが分かりますでしょうか。これ、440-435すると、まあ、つまり5なわけじゃないですか。ってことは、面白いことに、1秒間に、5回、波打ってんすよね。面白いですよね。実際音っていうのはその目に見ることができないんだけれども、こんな感じで耳で感じながら、なんかちょっとねこの認識をすることができると。ちょっともう一回聞いてもらっていいですか。わかります？1秒間に5回モモ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 モって言ってるんですよ。こんな現象も確認できるという感じでございます。面白いですよね。まあ、この440と435をまあその整数というかその対比にするといくつなのか全然分かんないんですけども、まあ、こんな感じで全然関係ない数字だとうねりとかね生じてしまって、でなおかつその不協和音に聞こえてしまうっていうのはそんな感じの理屈があります。でこの440、よく見ると思います。ギターのチューニングとかもそうですし、音差とかねピッチパイプとかなんかそんな感じの機器とか使うと、まあ、結構よく出てくると思うんだけど、440これ何かと申しますと、440Hz の音を A、まあ、つまりラ、ドレミファソラシドっていうところのラの音と決めましょうっていうのがね、もうね、ルールとしてね、もう存在してるんです。これも世界的に決まってます。ちょっと余談ですけども、1939年のロンドン会議の時、ロンドン国際会議の時に440イコールラにしましょうというのが決まってます。それまではその国とか土地によってそのチューニングの仕方が違うから、例えばそのドイツの演奏家とフランスの演奏家が一緒になって、じゃあアンサンブルしましょうってブーってフシュッフって一緒に鳴らした時に、チューニングの方法が違うからすっげえ不協和音みたいな感じのことがたくさんあったわけなんですよ。でそれは困っちゃうということで、ロンドン国際会議で440イコールラにしましょうってことが決まりました。ちなみに全然関係ないですけども、1939年っていうと日本があのゼロ戦を作って、なんかあの戦闘機がすごい活躍し始めた時代でもあり、あのドイツがポーランドを横切ろうと思って、ポーランドが「通んじゃねえよ」っつって、あの第二次世界大戦が勃発したっていう、そういう年でございます。すごいよね。そんなところでその爆なんかもね、戦闘機作ったりとか、そのね第二次世界大戦が始まったりとかしてる最中で、ロンドン国際会議では440イコール何しましょうみたいなことを言ってるわけですからね、世界というのは見方が変わるといろんな世界があって面白いなってすごく思うんですけども、ね、マーティンおじさんがマーティンでギターを作っている頃、日本は天保の大飢饉でもうその、ね、餓死者がたくさん出たりとかしてね、そんなこともあったりとかするんですけど、まあまあまあそれはさておき、そんな感じで空気の振動であって、その整数、2つのとか出た時にその、ね、シンプルであればシンプルであるほど、共和するっていう考え方があります。でこの共和するっていう考え方なんですけども、その2対1とかさ3対2とかそういうこのシンプルな時になんかねすっげえ綺麗に響くじゃんっていうふうな法則を見つけた人がですねいるんですよ。紀元前600年ぐらい、紀元前600年ぐらいに、とある方がですねその法則を発見したんですけども、そのとある人というのはですね、皆さん絶対知っていると思います。もう小学校の時にですね数学の算数か算数の授業で必ずやっているので皆さん知っていると思います。数学者です。数学者です。わかります？ピタゴラスって人がですねその法則を見つけるんですよ。ピタゴラスさんがですね、このある日街中をね、あのカッポしてるわけでございます。今日もいい日だな、今日もいい日だなって言ったかどうかわかんないけど、まあ、街中をカッポしたらですね、その周りの鍛冶屋さん、そのハンマーとかを持って、この刀とかをカーンカーンってこの鍛冶打って、武器を作ってるお店がこうバーッとある中で、そのピタゴラスさんがですね、いろんなこの鍛冶屋さんの音が聞こえるなっていうふうな日があったわけですよ。でもそこで気づくわけだ。この鍛冶屋さんのハンマーの音とこの鍛冶屋さんのハンマーの音が同時になった時に、なんかすげえ美しい響きがする時があるぞと
いうことに気づくわけです。で、そこでピタゴラスさんはですね、このハンマーをバーッとかき集めて、自宅でこのキャンキャンとで入れる実験して、このハンマーとこのハンマーは気持ちいい、このハンマーとこのハンマーは美しい、でもこのハンマーとこのハンマーはいまいちだな、みたいな感じで、いろいろこの発見をしていって、で、その後にお弟子さんとかと一緒に、またさらなる実験を繰り返すわけです。モノコードっていう、まあ、楽器っていうかもう、実験装置です。平たく言うと、箱に糸をくくりつけて、ビヨンって鳴らすみたいな。で、その中にビヨン、でも本当そんな感じ。ビヨンと鳴らして、で、そのね、どうやったら気持ちよとか作れるかなみたいなことをね、こう、わーっとこの模索してたわけなんです。で、ピタゴラスさんはそこでこのたどり着きました。2対1の時にすげー美しい。そしてさらに3対2の時にも美しい。そしてさらに4対3の時にも美しい。っていう法則を見つけるわけでございます。例えば、440を基準にするとしたならば、これに関しては880ですよね。ここの数字が。880。これ、オクターブです。オクターブ。ラの音の一番、さらに一つ上のラの音ってことですね。で、これに関しては、660か。これは完全5度ってやつです。ちょっとパーフェクトフィフスって書きますけども、これ何のことか分からなくてもいいです。なんかすごいいい音なんだなってぐらいのあれで大丈夫です。で、さらにこっちに関しては、いくつだっけ ?586 だっけかな。ちょっとごめんなさい。計算させてください。さすがにこの数字は覚えてね。440÷3 してかける4。586。合ってますわ。さすが。これがそのパーフェクトフォースってやつでございます。ちょっと鳴らしてみましょうか。せっかく iPhone が2つあるので。片方は440で鳴ってます。で、もう片方は660。おお、いいじゃない。586。みたいな感じで、なんかこのアーメン終始したくなりますね。アーメンみたいな感じになりた感じがしますね。このちょっと浮いた感じ。まあまあそんな感じでこのね、5度と4度というものを作り出すことが成功するわけでございますよ。なるほどねと。で、さらにこの660と586を対比したときに、ですね、9対8っていう数字を見つけられるわけですね。これがそのいわゆるその全音だなということができるわけです。ちょっと分かりづらくなってきたかもしれないんで、少しゆっくり。音階ってものがありますよね。ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シとなるのかな。今は440を、この基準としてこの数字を割り出しましたけれども、まあ、どの音を基準としてならば、1、2、3、4、5、5度の音ですね。5度の音、これ。5本目の音。ここの音は割り出せるんですよ。で、なおかつ4度の音。1、2、3、4度の音。これ。この音も割り出せるんです。したらば、このソとファが分かっているならば、この差ですよね。ここの差に関しても、計算できんじゃねえのということで、これをですね、対比にすると、まあ、9対8ということで、9対8がその全音の音程であるということも、まあ、導き出されるわけなんですよ。で、ここまで分かれば、じゃあ、それまでその、ドレミファソーラシってある中の、このレとかミとか、ラとかシとかも分かんじゃねえのということで、ピタゴラスさんはですね、さらに音階を作るわけでございます。それが、いわゆるピタゴラス音律ってものでございまして、まあ、いわゆる最古の音階なのかな。ピタゴラス音律。どういうふうに考えていくかっていうと、ドを基準としてこのフィフスが分かったんならば、じゃあ今度はこのソの音を基準にして、さらにそのね、5個上の音が分かんじゃねえのっていう、そんな考え方でございます。ドからドレミファソが分かりました。じゃあその次はソラシドレ。そうです、ソの音が分かるならばこいつを計算してレの音も作り出せるんじゃないのかと。そうするとここのレが割り出せると。でさらに、レミファソラって感じでラの音も出せるぞということで、やっていくと、まあ、それぞれの音が出せるっていうのがあるんだけども、これがそのいわゆるそのピタゴラス音律っていうものでございます。でもこれはね、すごいこのね、とてつもなくですね、欠点があるんです。そう、まあ、こうやって聞くとさ、なるほどなって思うじゃん。あ、それで確かに音階作れそうだってなるじゃないですか。ところがどっこいそうもいかねえんでございますよ。ちょっとここからで皆様に一つ呪文のように覚えていただきたい言葉がございます。これはですね、丸覚えです。いきます。ド
ソレラ、ドソレラ、ミシファ。ドソレラミシファ。ご一緒に、三、はい、ドソレラミシファ。何のことかと申しますと、まあ、さっきやった方法でございます。ドの音基準にして5度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 って感じで当てった音程なんだけれども、これはいわゆるそのサークルオブフィフスとか5度圏って言われているのがその図で使われているやつです。何のことか分かんなければ全然すっぱり忘れてくださいませ。なんとなく見たことあると思います。なんかこの円になってて、ドソレラミシファみたいな感じでなってるやつで、これこっち側からも一緒で、ドソレラミシ、あ、こんな感じになってるわけなんですよね。ちょっと厳密に言うとここはファシャープなんですけれども、でファシャープとソフラット、ここは一緒です。でレがこんな感じになって、こんな感じ、なんかこのような見たことありません？まあこんな感じのまあサークルオブフィフスとか5度圏って言われている図があるんだけど、まあこれはちょっと今回関係ないんでちょっとすっ飛ばします。全ての音はですね、このドの音基準にして、そうね、5度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 ってこの計算をしていくわけなんですよ。でこっち側に計算できるってことは、ドの音を基準にしてこの5度を導き出すことができたならば、じゃあドを5度と見立ててここの音ですよね、これを逆算していけばさ、こうやってバーッと作れていけるわけじゃないですか。それがこっち側のルートです。こういうふうにこの計算していけば、その全ての音程が割り出せますっていうのがそのピタゴラス音律の特徴なんだけれども、まあここまで聞くとさ、はあはあはあ、なるほどねと、まあ、理屈はわかるよと、でそれで別にいいんじゃないか、問題ないんじゃないかって思うんだけれどもね、これがねすごい重大な欠点があるんです。どの音を基準にこの計算していくので、この遠ければ遠いほどねずれるんですよ、ずれるんです。ちょっとなぜかワープで説明します。例えばそのファシャープ、本来のファシャープの音から結構かけ離れます。で、さらにこっち側のルートから現れた音、このソフラットに関して、ソフラットとファシャープは同じ音程でなければいけないんだけども、遠いプラス遠いので、もうね、この2つの音がですね、めちゃめちゃずれた音に聞こえてしまうっていうね、結構クォーターぐらい、半音の半音、4分の1ぐらいずれてしまうんだけども、そんな現象が起きてしまうのか、ですよ。なぜか、これ、パッと分かった人すごい、僕の説明抜きでこういうことじゃねって分かった人ね、すごい。まあ大体の方がね、ってなってると思います。どういうことか。さっき言った通り、そうね、音程っていうのは、周波数っていうのは、そのね、高ければ高いほど、その速ければ速いほど音程が高くなるって感じなんですよ。で、2対1の法則によりまして、440が倍になれば、880はそのオクターブ上のラだし、で、880の倍の上の音は、1700、うん、まあ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 、その、なんだけども、440があります。もうちょっとちっちゃくしよう。その次880があります。で、その次1760か。1760があります。もう一個。1520。まあ、こんな感じの、それぞれ A、A、A、A があるわけですよね。合ってるよね。大丈夫だよね。で、ちょっとこれをね、グラフにしていってみましょう。440はじゃあこのぐらいのサイズです。で、880はこれの倍なんで、まあ、このぐらいかなと。で、これが440の倍ですよね。で、ここの倍なんで、1760に関してはもうちょっとこんな感じありますね。で、3000に関してはもうこれの倍なんで、まあこんな感じになりますね。なんとなくお分かりでしょうか。この同じ A なんだけども、その数字の割り方が倍になってるんで、こういう二次関数的曲線になってしまうわけなんですよね。ここのオクターブの差に関しては440だけども、ここに関してはね、差が880もあるぞと。で、これとこれ、同じ音程というか、その同じ A の差であるはずなんだけどもね、めちゃめちゃ変わっちゃってんじゃないかということが起こるわけなんです。だから、ここの音を基準にして計算してしまうと、遠くになれば遠くになるほど誤差が生じてしまうということが出てくるんですよ。だからさっき言ったように、そうね、上からこうバーッといって、こう、ここにパシャープの音導き出しましたけれども、基準の音からでもね、飛んで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 ってやってるから、どんどんこの誤差が生まれてきてしまうっていうのが、そのピタゴラス音律の、デメリットなわけでございます。だからこの頃とかね、そのね、声楽とかがね、あんまりこの発展しなかったんですよ。ちょっともう一回言ってみましょうか。ドソレラ、
ドソレラミアミシファ、ドソレラミシファ、例えばドミソっていうすごい超基本的な和音ありますよね。ドミソドミソっていう、こんな基本的な音でさえドとソ、ここはいいんですよ。ここはいいんだけど、このミの音がすごく遠すぎて、このミの音がすごい微妙だということで、この音律で作られたこのドミソを弾いてみてもね、ミの音が不協和音っぽくなって、そのあまり美しくねえということで、この頃そのね和声楽とか全然発展しなかったんだけども、まあこういった背景がありました。でこのピタゴラス音律これじゃダメだということで出てくるのが、まあいわゆる純正律ってやつなんだけども、ちょ聞いたことありますよね、純正律。純正率も、まあピタゴラス音律に比べたらまあマシだよねみたいな感じの、そういう考え方でございます。ちょっとこれも、ついでなので一緒にやってみましょう。純正率、とは何か。さっきピタゴラス音律においてはその3対2、この完全5度のもので、ドからソを割り出して、ソからレを割り出して、レからラを割り出してみたいな感じだったんですけども、これだけじゃなくて、4対3、あ、4対5だ、ん違う、4対3と、5対4だ、5対4と、6対5、こんなところね、そのパーフェクトフィフスと、これは使わない。でこれ そのメジャーサード、超サンドって言い方をするんだけども、こういうのもありまして、こういう音程を使って音階を作っていこうっていうのが、純正律の特徴でございます。さっきはパーフェクトフィフス、この3対2の法則だけ使って使っあとやってたけども、他にもこういうメジャーサードとかマイナーサードとか、こういったこともあるから、これらを使っていこうという感じです。ちょっともう一回言ってみましょうか。ドソレラミシファ、ここを基準として遠くに行っちゃえば遠くに行っちゃうほど不協和音になってしまうのだったならば、あんまり遠くに行かないようにしようっていう考え方です。ドレミファソラシとある中の、まずこのドの音はね、これは基準なんで、これは分かりますよね。でその次、パーフェクトフィフスを割り出して、このソの音を割り出します。これ確定です。でその次、レの音に関しても、計算して出していきます。でこれ確定です。でその次、ラの音も、フィフスで言ってラの音確定します。でこっからよ、問題はこっからよ。ドからこの5対4の法則を使って、この3度の音を割り出そうっていう、こういう考え方。同じようにソの音からこのシの音ですね、この5対4の法則を使ってシの音をやっていこうと。でレの音からファの音、ここに関してはちょっとごめんなさい、少しインターバルに関して分からなかったら申し訳ないんだけども、超三度とか単三度っていうのがあるんだけど、これ後々インターバルの話をするときにですね、必ずできます。今はそういうものがあるのかなぐらいで大丈夫でございます。まあそのね、レの音からそのファの音を割り出してっていう感じで、このドからあまりこう遠くならないように音階を作っていこうというのがその純正率なんだけども、これもね、ちょっとね、いろいろと問題があるんですよ。まあとりあえず、例えばだけども、ドミソっていう和音があります。ドミソ。これはもう、超美しく響きます。なんでかっていうと、このドの音を頼りに、ミの音もソの音も割り出してるから、もうドとの親和性がめちゃめちゃ高いんですよ。もうすっげえ超綺麗にパーフェクトに響くんです。けれども、例えば、ファラドとか、なると、えってなっちゃいます。なんでかっていうと、このファの音はどうやって導き出してるかっていうと、向こうに行って向こうに行ってさらにこっち行ってみたいな感じで3ステップぐらい踏んでるから、ファの音がそもそも怪しいんですよ。でラの音もそうです。ラの音もここのドの音からね、ワンツースリーみたいな感じで3ステップぐらい踏んでるから、ラの音も若干怪しいんです。でドの音だけやたら正確って感じなので、ドに対してこのファとラがちょっとこうね、不誠実すぎてあんま共和しないんですよね。そんな感じでこのドミソに関してはすげえ調和するんだけども、それ以外が点でダメっていうのがその純正率のデメリットなわけでございまして、で純正率のおかげでちょっとだけその和声楽っていうのはその発展するんだけども、まあこういったことによってそのね、ド以外の音とのその親和性が低いことによってあんまり発展しないんです。でこっからですよ、こっからが最後の本番でございます。純正率じゃなくてもっと違う音階を作る方法がないのかということで生まれたのが、平均率ってやつなんだけども、これはまあ皆さん何となく聞いたことがあります。12平均率とかさ、平均率とかって言われたりとかするんだけども、
それでございます。いってみましょう。傾いた、はい、12はつけなくてもいいかもわかんないけど、待って12つけましょう。12平均率とやつです。これはもうすごいシンプル、めちゃシンプル、 1.5946、まあ、本当はね細かくバラバラって続くんだけども、まあ、その周波数に対して 1.05946 をかけていけば、その均等にその周波数音率か、音程を割り出すことができるっていうのが、そんな感じの考え方でございます。ちょっとやってみるとすると、まあ、iPhone とかスマートフォンとかちょっと取り出していただいて電卓を出して、例えば440打ちますよね。でかける 1.05946と打っていただいて、イコールボタンを12回押してください。1234 12。そうすると880に限りなく近い数字が出てくると思います。879.969158、まあ、本当はねこの後ろにこの数字がバッと続くからさ、この辺の数字も入力すればもっと近い数字になるんだけども、まあ限りなく近い数字になるというのが分かるかと思います。こんな感じでそのね、440から880までをそのねすごいこのルート平方根とかを使ってこの平均的にこの割り出していこうっていうのがその平均率の特徴でございまして、まあこれのねあのデメリットとしてはその音程が正確じゃないっていうところでなんですよ。例えばそのさっき何回も何回も出てきた完全5度、その3対2の法則、ヘルツでいくとすると660対440ってことですよね。これこの440対660がすごいこの美しく響くところなんだけれども、ところがどっこい、442×1.05946 を1234567回かけると 659.2 659.24うんたらかんたらみたいな感じで、まあ限りなく660に近いけどもなんかちょっと惜しいぞみたいな感じの音程になるんです。これがあのデメリットです。これねどの音程に対してもそう、もう完全なこういう対比にならないっていう感じなんです。どんな音程、どんなコード、どんなテンションを使っても微妙にずれるんです。でもその微妙なずれがどこに行ってももう完璧に一緒なんですよ、同じなんですよ。さっきみたいに純正率みたいな感じでね、このドミソの場合は完璧だけどその他はダメですじゃなくて、もうどにどの環境においてもどの音程差においてももう同じずれが一定一定に続くんです。だからそれがデメリットでもあるんだけども、そのメリットとしてはその得意な部分とか不得意な部分がまず存在しないっていうのと、あとこのズレが常に均一ってことなんですよ。だからデメリットじゃデメリットなんだけども、逆にそのねそのあり余るメリットによって、それがねその正式に採用されるわけなんだけども、まあ普段僕らがその耳にする音楽はねほぼほぼ12平均率、もう12平均率以外の音楽も存在するっちゃ存在するけれども、まあ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 ほぼほぼないというかなっていうか、ちょっとまあ特殊ななんかこの民族音楽とかになることがまあほとんどって感じなんです。だから普通もね LINE ミュージックとかAmazon Music とか YouTube とかで普段僕らが耳にするやつは全部12平均率に基づいて作り出された音率の音楽でございまして、まあ、こんなのがあるよということでございました。いかがでしょうか。いろいろとねこのね周波数がうんたらかんたらって感じですごい難しい話をしたけども、結局は僕らが今普通に聞いてる音っていうのはその12平均率で作られた音がほぼほぼで、それの作り方はねそのね整数で計算してうんたらかんたらじゃなくて、ナチュラルに 1.05946これをかけていけば、作れるっていう、そんな話になるわけでございます。はい、以上でございます。まあ結構長くなってきたんでね、ちょっとそろそろ終わりにさせていただこうかなと思うんですけども、どうでしょうか。今日はですねその音とは何なのかってのと、その音程ってものは何なのか、そしてこの純正率と平均率、そしてまあおまけで、ピタゴラス音率なんてものも、やってみました。いかがだったでしょうか。まあ、もし何かねまた分かんないこととか気になることとかありましたら、ぜひコメントの方にバシバシお寄せいただけたら嬉しいなと思います。次回は、まあスケールですね、これらの平均率の、理屈を知った上で、そのスケールってものはどういうものなのか、そんな話をさせていただこうかなと思います。もし皆さんの方でこういう話が聞きたいみたいなことがありましたら、ぜひお気軽にバシバシと、コメントいただけたら嬉しいです。じゃあそんな感じで終わりにさせていただきましょう。今日も皆様ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。また違うところをいたしましょう。さよなら、グッバイ。おまけ。おまけがいくつか。さっきロンドン国際会議で 440Hz がラの音、A の音であると定義されているよと
言いましたけども、バンドとかオーケストラとかによってはね、440じゃなくて441とか442とかを採用しているところもあります。音程が若干高くなることで少しこの明るい響きとか元気な響きとかが得られるということで、まあ、あえてね440じゃなくて441でチューニングするところもあったりとかする感じです。有名なところだと、フュージョンバンドのカシオペアとかが確かね441で演奏しているはずです。あとは曲でいくとすると、オアシスの Don't Look Back in Anger とか、あれとかはそうだな、443とか444とか、なんかそんな感じだったような気がします。でもあれに関してはね、そのテープが伸び縮みしただけとか、なんかいろいろ諸説あるんでね、ちょっと何とも言えないんだけども、まあそんな話もあったりとかするよと。440が必ずしも、一致するものではないよっていうことです。でさらにもう一つ、ピタゴラスコンマ、これマジどうでもいい話です。これマジどうでもいい、マジどうでもいい。さっきドソレラミシファと、こっちのルートとこっちのルートでソフラットとそのファシャープが一致しないよって話をしたじゃないですか。本来はその音程が、なんだろうな、そのこんな感じでこうね、ちょっとずつちょっとずつこのバイバイゲームでこの増えていかなきゃいけないのに対して、まあ、例えばだけどね、この音からバーッと計算していって、この音、こいつ、ファシャープが本当はこの高さなきゃダメなんだけども、若干足りませんと。このギャップ。差があることによって不協和音が生まれてしまうっていうのがそのピタゴラス音律のデメリットなんだけども、ここのギャップのことをピタゴラスコンマと言います。どうでもいい。どうでもいい。まあ好きな方はぜひ覚えていただけたら幸いでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。感想とか質問とかぜひお気軽にコメント残してくださいませ。それではグッバイ、さよなら。